ドミトリー・バジモビチ・ゼレーニンは、ロシアの政治家、企業家。1993年12月30日から2011年6月16日まで、第2代トベリ州知事を務めた。ロシア農業党を経て統一ロシア所属。モスクワ出身。1979年第69学校、卒業。同学校では徹底した、英語教育を受けた。 1986年モスクワ物理技術、大学経営、応用数学学校を卒業する。卒業後、1986年から1988年までオートメーションシステム研究所に勤務する。1989年マイクロカルド、ギルバスの両者設立に参加。後にソフトウェア及びコンピュータ機器の供給専門企業、ミクロディン社を創設する。 1990年ミクロディン社取締役。1990年から1993年まで商業銀行、資源銀行副頭取。1993年から1995年までラト銀行副社長。1994年にはジル社とペルミモーターの2自動車企業の取締役に就任している。 1995年12月主元、銀行代表取締役頭取に、1996年1月から9月まで、インターロス社長を務めた。同年から2000年まで、ノリリスクニッケル社第一副社長。1999年、公共団体マネージャー協会会長。2002年10月、ロシア国家体育、文化、スポーツ委員会副議長に任命される。 同副議長ポストでは、体育、文化、スポーツの分野における財務を監督した。2003年12月21日トベリ州知事に任命され、同年12月30日州議会によって承認された。2007年トベリ州知事に再選後、与党統一ロシアの総評議会会員に、地方代表として選出された。2011年6月16日、 ドミートリー・メドベージェフ大統領は、トベリ州知事の権限早期終了に関する、ロシア連邦大統領令に署名した。ゼレギン知事も自身の辞任を了承した。メドベージェフ大統領は、アンドレイ・シェベリオフを、知事外交に任命した。2011年の知事退任後は、トベリ州の農業開発、特に、ジャガイモと肉の生産のために、約10億ルーブルの投資を表明した。 私生活では、アーラ・アリベルトブナ・プジンとの間に3人の子がいる。ぜいはい、5.07-2007、16.06-2011。ゼー、ありがとうございます。